お疲れちゃんですラップです。今日はですね、現環境マイルメガナイトデッキ紹介していきたいと思います。こちらですね、はい、フライングしてますけど、メガナイトウォールブレイカーのミニペッカちゃん型でさあやっていきましょうか。元は言うのですね、まあ何回もね、僕メガナイトウォールブレイカー好きなんで紹介したと思うんですけど、まあそれはミニペ型ですね。はい、まあ納得いかない方はなんかプリンスとかでもいいですけど、まあなんかミニペが入れやすいです。はい、世界で一番メガナイトウォールブレイカーがうまいディマスくんがいるんですよ。はい、彼がね、あげてますんでツイートしました。今季これが愛いいよ、これがエリジャイ倒していいよ、キョロイにも戦えるねん言うて、まあ現環境ですね、キョスケと、まあエリジャイが多いというか、もう多いどころじゃないんですけども、本当にもう量産型ですよ、エリジャイくんは。でもそのエリジャイがやっぱきついんですよ。メガナイトはね、火力がないので、なぜかわからないけど、ちょっと前に下放されたので、そう本当にめちゃくちゃ辛いんですけども、その火力ないのをね、このミニペッカが全てカバーしてるということで、もう神デッキらしいんでね、やっていきたいと思います。まあ僕もね、まあ自称メガナイトオールブレイカー世界で2番目にうまい、はい、ディマス君の次ね、うまいとね言っても過言ではないぐらいね、メガネトールウェイカー愛してます。はい、気持ちではね負けてません。ピュッ、はい、あ、まあでもムギッタンとか入れ出すと、まあ世界3位とかにね落ちるかもしんないんですけども、まああんまそういうこと言うなやつって、さあやっていこうか。もう好きなんでね。でメガネトールウェイカーね、もう一つだけ、もういつも言うかもしんない、簡単なね使うコツがあるんですよ。メガネトを出さない、メガネトールウェイカーちゃうやんけって話なんですけども、本当にでもそれが大事なんですよ。メガネと出さないのがね、なぜかいいんですけども、まあこうやって相手が攻めてきた時とか、なんだろうな、それこそ施設が相手で、なんか形を組んで突破するような相手、なんだろうな、 2.6 コグとか、まあ枯渇とか、それでにはなんか積極的にメガネと出して形組んだりとかもするんですけども、まあなんか基本的にはね、出す必要がないんですよね。そう、出さなくても結局周りで回るんでね、そう周りで高回転でウォールブレイカーとかね、ディガーとか回しそうがね、ダメージがやっぱ通る時っていうのもあるので、まあ基本的には出さなくていいかなっていう、まあそんな感じでねやっていこうか。デリカ、おう、おうおう、あ、待って、やばい、暇なんでザップとか言ったら見えてなかった、あのロイホグ痛い、いやブーの火力がえぐいの。しかもちゃんと相手もね、セパしてくるんですよ。メガナイト持ってるから。まあまあまあ。まあ、メガナイトミニペのね、形組んだらもう一撃よ、そんな。さあ。で、これはね、デリバリーも絶対使わないといけないんだね、これで。さあさあさあ。OK。で、相手が攻めてきたところを、ね、踏めてないんですからね。さあ、カウンター狙っていきましょうか。で、まあ、ミニペッカはね、ぶっちゃけ、同サイでもいいし、逆サイでもどっちもしそうだけどな。よいしょ。いや、天才的ザップ。天才的ザップ決まってく。ジャンピングタワー。さあ、ウォールブレイカーも追加して。おいしょーっていう。まあ、見てわかる。見てわかる。相性が良さそうだな。ミニピッカいいね。さあ、まあ、メガライトの後ろにね、ミニピッカいるのも、もちろん強いですし、だから今みたいな、メガナイトの受けで何か使うやろ。じゃあ逆サイド行ってこい。オラーも結構強いですね。はい。さあ、このこっちをね、倒しちゃうっていう。倒せなかった。さあ、からのカウンターで、どん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 みたいなね。さあ、まあメガナイトプラスのマスケ、ミニペ、コウモリ、オールウェイカーも強いし、まあ序盤みたいにね、ディガー削りも強いよっちゅうので、まあディガー削りは基本になってくるかな。おい、ナイス。まあとりあえずね、量産野郎、エレジャイじいちゃん、しばきたいですね。はい。さあ、よろしくね。マジで多分、一動画に一回は絶対出てくると思うんですよ。うん。なんならこれもね、ファイスピーリのエリジャイの可能性もあるんですけど、ウッドが出てきたので、まあ、クロスとか。おお。メガナイトないやないかい。これ痛いな。これちょっとなんか嫌だな。さあ、まあ、これは、一応、同際にディガーだけ繋げて、デリバリーが降ってきそうな。予感がする。お、これ相手さ、俺がザップ打ったらどうすんのこれ。おい、しっかり警戒してんね。ってことはこれが対応できない、なんもない。さあ、大砲使った。いや、アドはめっちゃいいな。こういうのケツメがしたいんだけどな。どうだろう、ガチで怖い。
や、アドはすごい。はしめ銘柄って言ってもいいぐらいなんだけど、結局ね、圧着にしばかれるんで、低めでいきます。はい、逆さえ来たら、まあ、コウモリタルキョウとか、まあ、キョウでなんとかなりそうなんでね。さあさあさあ。で、飛んでもらって、さあ、踏ん張り野郎を。お。さあ、で、ディガーで削っていこう。で、デリバリー来るからコウモリ追加で、まあ、ステイかな。ここでね、攻めすぎて、なんだろうな、次のローフを守れないのは痛いんでね。まあ、なんだろう、相手の受け的にオールブレイカー追加したら、めっちゃ熱いとかだったらいいと思うんですけど。え、待って、めっちゃ暇。痛い。え、待って。何これ。ラグ電波悪かった、今。ちょっと待って、何も悪くなかったんですよ、電波も今。ビンビンに動いてた、今。暑かったのに。さあ、耐えます。まあ、こっからは、もう、同彩対決を相手がしようとしてるんで、一回ね、ミニペッカも同彩で行くパターンですね。この後はね、またさっきみたいに逆に攻めるのも結構いいと思うんでね。まあ、ウォールブレイカーだけ逆とかあり。さあ、いや、頑張ってんな。で、クエイクなんで、まあ、無理する必要はないと。さあ、で、しっかり踏んで、どん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 この形を作っていこうぜ。絶対ね、でもメガナイトにね、もうデリバリー落としたいんですよ、相手は。基本ね。そう、だからこその、この逆のミニペッカが扱ったりもする。さあ、まあまあまあ。あー、それはいいロイホグ受けだ。よいしょ。まあでもね、メガナイトに絶対デリバリー来るとか使いたい相手だったら、やっぱ単体ミニペッカ結構いいかもっすね、さっきみたいな。まあ、ウォールブレイクだけでいいか。いやー、これは、やばいです。よいしょ。勝ちます。さては、同彩。気づいた。同彩の方がいいかもしれないことに気づいてきた。さあ、ファイスピも全部使った。このコウモリいいんじゃない？消えるか？おら！いいよ！ミニペ？やばい。メガナイトこそ、早く、早く。こういう時いつも早くって祈っちゃう。おーい。お。よいしょ。こうなったらよ。クエイクウッドのね、スペル削りが落ちたから。ガチでかいな、これ。相手マジで全部耐えようとしてんじゃん。いや、うまっ。読むの。入れさすなよ。やっちゃく出てる時の回転異常。待って、やばい。いや、アチャクイロイフグ強いのか、俺が下手なのか、これは。やばいね。めっちゃギリだ。ナイス。7000到達。やっちゃくイロイフグ追い詰められましたね、なんか。まあ、ああいう、なんて言うんだろうな、高回転の相手。ミニピッカが、大して活躍もするようなことがない相手には、すごいユーノの方がね、そう、ピッピピッピ飛んでってね、勝手にいい味出してくれるんですけど。まあ、それも相手によるみたいなとこあるんだよね。このミニペッカの使い方もね、やっぱ結構大事になってくる。単体で流すのか。ね、それとも、何？同サイドメガナイト後ろにつけんのかみたいな。同サイドなんか逆サイドなのかみたいな。さあなんか、めんどくせえの来たな。さあ、タルババとマースケで、これ何のデッキなんだろうね、相手。これ行ったらめっちゃ薄そうじゃない？あー、もういいか。相手のデッキはちょっとわかんないですね。殴んなよ。あ、これ絶対今の攻撃速度 1%。1% じゃねえ。7% アップが効いてんな、今の。で、これは、相手の、同サイド踏んでいくっていう。そうすると、このメグナイトミニペの形ができるんですよね。なので、この形でタワー折ってもらうっていう。おい、ザップがね、いい味出して、
大丈夫かい相手。タワーが、タワーやられてるけど大丈夫かな、心配になっちゃうな。さあやんならちょっとだけキングまでねダメージ稼ぎに行っちゃう。さあ虚数系ドリルのマイティバージョンだ。ゴルナイがね最近よく流行ってるし、まあすごいんですよあの子。天才秀才、うん、壊れあいつがね厄介なんですけど、マイティはマイティでねメガナイトに対して強いねけど、僕はリセットのザップがあるんでね、それもいい。てかザップ、いや、わかんない。あれ全然ドリルじゃねえ。俺の言ってること嘘です。はい。よくわかんないロイホグです。シーデログマイティのマスケっていう、マスケちゃん。で、これもね、タルコウモリで。いや、マジでわかんねえわ、相手の意見。考える俺が悪いわ。わかんねえ、これ。キョスケマジアチェロイホグ。考えるだけ分かんなくなってくるな、これ。さあ、高回転のこといい味が出てますよね。さあ、まあ、ミニペッカ。この子も強いんでね、結局。さあ、来たらもう踏んであげればいいと。で、マイティが嫌なので、ザップまで打ってあげると。いやー、そのマジア中うまいわ。ね。うまいんだけども、うまけりゃ勝てるんじゃないんですよね。そう。うまさだけじゃないんですよね。おら入れてこーい、ナイス。まあ、なんか相性が良さそうでしたね。でも今回本当に良かったのはミニペックですね。やっぱメガネとミニペックんでマイティボッコボコにしたところや、まあ、キョスケの受け取りしてすごい優秀なので、まあ、本当に現環境に関しては 100-0 でミニペックですね。さあそろそろねエレジャイ君をしばきたくなってきたんですが、リベンジネイマール。ほー、なるほど。なんか、またロイホグかな。なんか、親衛隊、なんかさっきから、ロイホグ、ロイホグ、ロイホグみたいなね、マッチングが、なんだか、豚しかいねえやん。豚はね、僕からしたら相性いいんで全然いいんですけども、動画的にちょっとつまんなくねっていう。豚芝居取るだけじゃないですかって言われちゃうんだよね。豚しばき屋職人に任命されちゃう。さあ、ミニペポ席。ラバっぽいな。ラバミニペなのかな、これは。なんかすごい。なんだこれは。わかんないな。まあ、一旦わかんないんで、メガハイトミピ行ってこい。あ、ゴレか、ワンちゃん。いや、ゴレ説もないことはないね。あれメガネドの M 悪くね、思った以上に。あー、サンタやばい。耐えつつのミリ残りザップか。あー、いやゴレかなラバなのかなみたいな。いや、どっちだこれ。でもミニペかよ、もうゴレだよね。さすがにゴレだな。いやー、ゴレも、あ、ラバやないかい。何だったんや、さっきまで俺の考えてたの。全部無駄やん。さあ、まあ、ホバスケタラのね、ヤナメラバか。これも、まあ、マスケをいかに延命できるか、すかね、結局。まあ、めっちゃ低め出してディガー来たらと思ったんですけど、ディガーさっき使ってましたね。さあ、まあ、竹取って、まあ、こっちから掃除してあげるか。うん。あんま同サイドちょっとやりたくないんでね、ちょっと逆サイにちょっかい出しちゃう。さあ、残るよな。相手陸行きが別にそこまで優秀でもないので、まあこんな感じでね、いじめてあげよう。次来たら、メグナイトコウモリだな。このコウモリが結構大事っすよね。樽まで行ってあげて。いや、ミニペッカーまで行ってもよかったかな。そう。まあ、耐え。
耐えのサイクルっすね今で、ウォールブレーカーで攻めつつの、さあコウモリもやって、でこっちに穴埋め使いたいのかな、まあ、使ってもいいけど、あーミニペッカー、これミニペッカー結構謎なんだよな。でももともとはスケキンとかワンチャン変えてもババでいいんじゃないかなって。あ、これはさ結構相手勇気のいるラバじゃない。俺がこのマスクでぶち抜いたらさ大怪我しないかな。本気だよな、こんなフルだよフル。うん、いや防衛うまさ。でも私も耐えます。さあまた同じですねこれは。で嫌な目がない、このタイミング嫌な目は防衛で使う。そうするとマスクが最強。ミニペッカーが、ミニペッカーが殴ってる。で俺が気をつけなきゃいけないのはこっちがやばい。もうなんかすんごい忙しい。これなんだこれなんだこれ、もうわかんないからいっぱい行けっつってね。うん、わかんないからもういっぱい行ってこい言って。あーあーあーあああ、もう何がどうなってんだかマジで、どこ、ああっていうやつ。はい、いや本当にわかんないですけど。なんか、まあ、低めマスケですね。やっぱラバのダメージとかスケドラのダメージとか入っちゃうんですけど、低めマスケ延命してのキーカウンターがね大事ですね。ユニット残すのが結局大事ですね。はい、ね、そう。さあ、フェのファイナルフォーム、ジャイスパンガゴムレだよん。もしかしたらロイジャイだよんってやつですね。はい。まあ、セパタクローゲーミングしようと思ったんですけど、タイです。はい。いや、マジでね、ガゴムレいて、なんかすごいデッキなので、これ。ああ。これ、ジャインミニペのすごい方だな。いや、マジでやばい。意味がわかんないもん。してることが意味わかんないもん。冷静に。ガゴムレミニペ。ああ。いやー、いいよ、でもエームが。残れ。うわー、痛えー、それ。まあ、矢の飴を持ってるんで、多分。セパです。はい。やなめザップっすね。まあでもこのジャイは、ああまあダメージ稼いどこうのジャイかなこれ。さあこれどう守っていくんだろう。ああ捨てるか。真ん中ジャイガゴムできそうだなこれ。俺のよくないしたくない予想をすると、あ真ん中じゃねえけど、いやー一緒に踏みたいけど、いや強っ、なんだこのジャイマジで。え、進撃の巨人やんガチでね。あーなんそれ、えマルコやん、マジでオールスターやん、ふざけんなよガチで。やばい、相手のパーティーレベチじゃね。いやまあまあ焦んなよっていう話だよね。この程度でねビビってたらね勝てるもんも勝てねえよっつって。よし、ほい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 、いいよ一発。俺もうキングしか見てないからな、いきなりキング取れねえ。よいじゃねえんだよ、取るんだよマルコのくせに。ほらこれ間に合うかな。20秒でーす、タイムリミットまで20秒でーす。やんばこれ、待って終わる、終わる気がしてきた。うわ読まれた。あーこれはねさすがに
ジャイ16やばくね。エレジャイと並んじゃうよーんって。まあ、ミラーちょっと良くねえな、さては。あいつ。怪しいっすね、最近。まあ、でもね。チームケイストルーベン世界チャンピオン。さあ、来ましたね。2021年かな世界大会優勝ですね。はい、優勝チームのエース。最強ってやつですよ。まあ、でも、冷静に考えてね。あのエレジャイが HP 強化されて、キョスケもめちゃくちゃ強いじゃん。ロイジャイも強いでしょ。ジャイもなんかずっと強いじゃん。ってことは、そろそろさ、俺らのメグナイトくん、肋骨なっちゃうっていう。いや、でも召喚時ダメージはいじってもいいと思うんだけどね。もう、よくわかんないよね。ああ、それちょっとやばい。マザネクだけはちょっとまた話が変わってきちゃうかも。あ、でもこれ、マザネクのおかげでマスキーが爆当たんない。あ、当たるんやないか。ダメやん、それは。あ、待って、撃ってるスピード。いや、でも。お？ええやん、漁師トリトン。漁師無能トリトンに改名しちゃいな。いや、めっちゃいいダメージ。さあ、キョロイです。まあまあ。まあまあ、形組まれた時に、絶望しないようにしたいね。で、まあ、トリトンいないサイクルなんでね。あと、マズレか。巨雷にマズレが入ってんだな。特殊だね。まあ、でもこれミニペッカの強みが出るっすよ。いや、マジでミニペッカの強み。で、ここをコウモリでね、やろうとするとね、いやー天才？まあ、ウォールブレーカーで、マザネクで来んのかな。さあ、まあ、マザネクいないサイクルなので、ここのメガナイトで、まあ、コウモリ、あ、え？それ甘えてる、ガチで甘えてる。ガチで甘えてるよ。本気。いや、マスケぶっ刺さってる。耐えたら勝ち。いやー、これ耐えれると思います？皆さん。冷静に。いや、耐えるんですよ。耐えれると思うとかじゃないの。もう範囲でなんとかなれっていう。範囲でなんとかなれって。で、ここはもうコウモリなんかも使わない。いや、使ってよかったか。もう。おっ、チームケイさん、ルーベン、ウォー、アイムウィン。え、待って、やばい、アイムウィンじゃねえ。ちょっと待って、お願い、やめてー。アイムウィン。いや、熱っ。いや、でもこういうことなんですよね。結局、ミニペだから勝てたこと。ナイス。はい、ということで、まあ、最後の試合見ての通りね、言うのだったら勝てません。ミニペッカだからキョロイにも勝てます。しかもルーベンのです。本物です。はい、皆さんもぜひ、メガネ登録からミニペッカだね、やってみてください。よければチャンネル、ここまでお願いします。では、お疲れ様でした。またね。